なるほど、早いんだ。早いんだ、長期になって。まあ、いや、よく分かってる。うん。じゃあ、どうやって食べていこうかね。右側は海、うん、これはあ、じゃあ明治の中頃行ったんですか。もう鹿児島じゃない、だから日清だから。いやいや、日清戦争で取ったんですよね。だから、明治の後半か。そうすると黒ナスタジオね、明治1868年、今日朝なんだけど、4時半頃の、この帰りだ、なんだっけ、なんとか、この山、開門岳やってたよ、朝。朝。肉眼で見えた？いや違う、テレビで、応援してた。はいはい。あ、これさすが九州だなと思って。の自然とか。もう20分、10分、あと10分だよ。はい、西さんの金庫湾に浮かぶ西の顔。すごいなぁ。いや、2枚目だ。イケメンだね、見ると。よく見ると、これはほら、宝永だからね。前見てください。錦の里。これは外は三角になってるね。西さんみたいだよ。だけど西さんの顔、ビデオに撮るともうイケメンになるね。はい、金庫湾を右に見て、ただいま。なんかいい魚が取れそうだね。海上に向かってます。いい魚食いたいですね。うん、昨日食べたでしょって言われるよ。なんて言われた？宿、何が言った？もう近いですよ。はい、近いです。ね、もう5分、10分です。竹井さん、もう近いでしょ？はい、近いです。はい、間もなくです。いやいいね。南国。これ以上南国ないね。九州の。最南端に向かって走ってるんだから、こんな旅ができるなんて。あ、ここにも港が出てきた。